ノルマンディ上陸作戦、ソードビーチドイツ軍のウィストルアムにおける防備。ソードビーチは第二次世界大戦中の1944年6月6日に開始された連合国軍によるヨーロッパ反攻作戦であるオーバーロード作戦の一部であるノルマンディ上陸作戦における5カ所の上陸地点の一つに付された連合国側のコードネームである。ソードビーチはサン・トーバンシュルメールからオルヌ川までの区間で上陸地点中の最も東の上陸地点だった。上陸地点は西から東へ4つの地域、オーボエ、ピーター、クイーン、ロジャーに分けられた。この地域一帯にドイツ軍の砲台が多数設置されていたため、艦砲射撃を行う艦隊には、戦艦2隻、モニター艦1隻、巡洋艦5隻、駆逐艦13隻が配備された。ドイツ軍の防御は、海岸陣地や、対戦車壕、地雷、腹、機関銃、不標砲が海岸に配置され、メルビルのオール川を越える地点では、重火器が配置されていた。防御部隊はドイツ第716不標師団に属し、近くのドイツ第21装甲師団に支援を求めることが可能であった。上陸部隊は、イギリス第1軍団のイギリス第3不標師団、イギリス第27機甲旅団により構成されていた。上陸は、サン・トーバンシュルメールの海岸である、クイーン地域に集中した。主目標は、カーンとその近くのカルピケ飛行場を即座に、各星西へ進むことであった。第3不標師団による上陸が7時25分にペーターとクイーンに始まった。コマンド部隊がオール川とカーン運河に架かる橋の確保を命じられ、それとリンクして第6空挺師団の降下兵がメルビルの防御拠点を破壊し橋を確保することになっていた。海岸での抵抗は弱く45部の戦闘で内陸に部隊が進み、東の側面では昼までにコマンド部隊がオール側と降下部隊の地点に到着した。しかし、イギリス軍はその日遅くまでに西側のカナダ軍とのリンクが取れなかった。このエリアへのドイツ軍の特筆すべき反撃は16時に行われた。2回の攻撃でドイツ軍第21装甲師団によりカーンからリオンシュルメールとリュックシュルメールの間の海岸まで押し戻され、夕方までに再占領された。54台のドイツ軍の戦車が破壊され、98台が行動不能となった。その日のうち 28,845 人のイギリス兵が上陸し630人の損害しか受けなかった。しかし、カーンは強固な抵抗に遭い、攻撃は町から 6km 程度手前で停止した。イギリス軍は、完全戦力で海岸に装備を下ろした状態で、ニッチもサッチもいかない状態に陥ってしまった。ノルマンディー侵攻で連合軍が上陸した海岸は、現在当時の作戦のコードネームの名前が付けられている。ありがとうございます。